どうも、寝起きです。はい、見ての通り寝起きです。この表情からさせてください。まあ寝起きなんですけどね、京都記念の予想をね、まあ速攻でしました。で、今回の京都記念なんですけど、見えちゃいましたね。今回の京都記念、勝つのは、ちょっと待って、目がね、本当にもう、はっきりしないと。はい。今回の京都記念なんですけど、勝つのは、ステイフーリッシュです。はい。まあ、なんでかっていうとね、まあ、アメリカジョッキークラブカップ2着。強かったっすよね。ブラスワンピースの2着。でね、まあ、京都2200でこの馬をね、本命にしない手はないですよ。重賞勝ち、京都新聞杯をね、2年前に勝ってるコースですし、まあ、去年のね、このレースも2着に来てるので、まあ、ステイフーリッシュから入るのが、まあ、自然で素直なのかなと。うん。やっぱ人間ね、素直じゃないとダメですよ。ね。素直に行きましょう。はい。では他の馬なんですけども、対抗がカレンブーケドール で、タンアナがクラージュゲリエで、抑えにクロノジェニシスとノーブルマーズです。ノーブルマーズです。ちょっと待って、舌が回ってないね。ノーブルマーズです。はい。まあ、カレンブーケドールはね、もう最初はね、ちょっと罠かなって思うんですよ、この馬。でもね、こういうみんなが罠かなって思う馬ってなんだかんだ走るんで、じゃあバンカップ2着だし、53キロだし、1枠1番、いい枠入ったんでね。まあ、スッとインを取れるでしょうと。うん。で、クラージグリエムね、安定して走ります。うん。初めてのコバとの対戦なんですけどね、相手なりに安定して走るんでね、それもこなしてくれるかなと。で、次、クロノジェニシスはね、ちょっと2200若干流そうかなって思ったんだよね。2000までの馬かなって思ったんだけども、過去のレース見返したらね、そこまでパフォーマンス落ちてるわけじゃないから、まあ、流れ一つで全然、2200ぐらいならまだ来れるんじゃないかなと思います。で、ノーブルマーズはね、ちょっと天気悪くなりそうなんで、馬場が悪くなったら、まあ、来ると思いますね。で、まあ、シュタルケジョッキーも、馬場悪いコースは得意なんでね、ちょっと期待してようかなと思います。はい。というわけでね、武田くんじゃない、ボンレス高島大先生の見解をご覧ください。どうぞ。はい。どうも、こんにちは。京都記念はですね、ノーブルマーズですね。まあ、僕が何回この馬を出したかはもう、わかんないですけど、このね、小頭数の 2200m という舞台でそろそろやってくれてもいいかなと。シュタルケジョッキーがね、うん、心でやっぱね、一仕事やってから、うん、何もせずには帰らない男ですから、シュタルケジョッキーは、まあやっぱりね、僕は高倉ジョッキーとのコンビも好きでしたけど、まあ、この馬自体もね、その応援したいなっていう気持ちが強くて、やっぱりあの目黒記念からのね、宝塚記念っていう、あそこはね、しびれましたね、やっぱりね。やっぱりね、その出る以上はね、僕は本命打ちますよ。京都2200、この頭数だったらってとこでやっぱね、その4着にっていうのが、まあ、この馬の特徴でもあるんですけども、僕は期待してます。はい、以上です。はい、というわけでよかったら参考にしてください。今週ね、武田くんはお休みです。うん、あいつ今なんかインターンに行っててね、取る時間ねえとかなんか舐めたこと言ってましたね。あいつはインターンするなと思います。はい。で、買い目をね、はい、買い目です。買い目なんですけど、はい、安福ステイフーリッシュ で、三連福の軸もステイフーリッシュから尻地をつけた4頭に6点ですね。まあ5頭ボックスにしてもいいんだけども、まあ、点数絞った方がね、まあ、なんだかんだこれ上位5番人気までなので、それでボックスっていうのもなんかあれなんで、まあ、軸はステイフーリッシュでいこうかなと思います。はい。でね、皆さんもなんかありましたら、いろいろと何でもいいんでコメントくれたらね、まあ、喜びます。というわけでありがとうございました。また来週ね、競馬予想上げます。バイバイ。あ、そうだ、来週さ、あのフェブラリーを上げるんですけど、あと重賞3つあるじゃないですか。なんかどれかあげてほしいものあったら、なんかリクエストください。はい、それじゃあ。